皆さんこんにちは、ケスタジオの加藤です。今日は RLRK フレーズっていうのをね、ちょっと一つレッスンしたいと思います。 R 右手、 L 左手のことになるので、 RLR キックになります。今日は僕の一つおすすめの使い方っていうのをレッスンしようと思います。そのね、僕のおすすめの使い方っていうのが、最初右手でスネアで、左手でハイタムで、右手でフロアタム、そして最後にキック、バスドラになります。これプラスもう一発足します。ここまでやったら最後にクラッシュとスネアを同時に締めの一発で入れます。そうすると、こんな形になります。で、これ実は右手も左手も足もね、全部ね楽ちんなんです。あんましね辛くないの。楽して叩いてるのに、そこそこ派手に聞こえて、俺はすごい重宝して使ってる。ドラム始めた頃に友人から習って、そのまま使い続けてるかなっていうフレーズの一つなのでね、結構いろんなジャンルに合うと思うので、一つみんなに紹介したいなと思って紹介してみました。皆さんにおすすめの簡単でかっこいいフィルインでした。本日も最後までご視聴ありがとうございました。